もうメディアはいらない、まあ、このね発言をされたのがあのトヨタ自動車のトヨタ社長なんですよ。しかもそれを株主総会で言われてたんですよね。このメディアがいらないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、トヨタ社長は常々ですね、まあ、メディアというもの、まあ、そういうものにものすごくね、まあ、疑念を抱いていたらしいんですよ。で、トヨタの広報のレベルっていうのはもうとてつもないと、本当にね企業の真実ありのままを伝えているんですね。でメディアっていうのは、まあ、トヨタ社長の言葉を借りると会社の IR 情報すら読んでいない理解してないものが会社の何を語るんだということらしいんですよね。確かにそうだなと思います。会社のことをご存知なのは会社そのものなんですよね。でメディアっていうのはいろんな情報を見ていますけども、ただ上っ面だけなんですよ。そしてねメディアの悪いところっていうのはもうね結論ありきなんですよ。どんな記事を書きたいから、だからこの発言を取ってこいって形でいろんな質問をして現地を引き出すわけですよね。まあ、こんなのはおおよそ企業の本質を捉えているものではないと私は思いますね。トヨタ社長も同じようなことを言われてました。で、トヨタ自動車っていうのはちょっと前からね、YouTube を使った香川照之さんとかが組んだね、トヨタイムズっていうのを出されてますよね。あれがですからね、トヨタ自動車の広報なんですよ。要するにトヨタが自分でメディアを作ってるんですよね。企業が自分のことを知らせるために広告会社とかね、電通とかではなくって自分の会社から発信してるわけなんですよ。これほど強いものはないですよね。しかもトヨタ自動車のトヨタイムズのレベルは高い。全ての内部情報をもとに話してますからね。で前回、トヨタ社長はこの感染症騒動に際しましてね、もう赤字化させないとかね、もう黒字でいくとか、そして8割の売上減だとかね、いろんなことをねキーワードとして出されてました。私もね本当に、上面だけしか分かんなくて申し訳ないんですけども、一つ一つがねものすごく強いキーワードでしたね。その売上が8割減ということをなぜねトヨタが伝えるかっていうと、トヨタ自動車ってのはもうほとんどがですね下請け様とかお取引様によって成り立っている会社だっていうふうに自分で言われてましたね。これをすごいですね。これが言えるのは日産自動車とは全く別ですね。お取引先様とか下請けの方のおかげで成り立っているんだと、うん、そして全国何十何万人か忘れましたけども、世界でね何十万人かトヨタ自動車関連で働いている方がいるらしいですね。でその働いていらっしゃる方とかその家族のおかげで成り立っているから、そのトヨタっていうのはこれからねそれを何に使っていくか、その強さを何に使っていくかってことを考えなければならないとか、こういうことも言われてて非常に胸を打つんですよね。トヨタのその社長のね今回のスピーチっていうのは本当に何度もね泣けてくるというかね、企業人ってのはこれだなというふうに感じさせるものでした。トヨタっていうのは世界一を目指すんじゃないと、町一番の会社でいようよっていう、このキャッチコピーも良かったですね。本当にいろいろとねメディアを通さずに会社の生の声っていうのは非常にねその企業を映すものだと考えられます。でメディアはねでもこういうふうなこと言うんですよ。企業に広報を任したら自分たちの都合のいいことしか言わないでしょみたいなこと言うんですよ、うん、だからねそれは違うと、メディアの欺瞞だよっていうわけなんですよ、うん、メディアの方こそ私たちの会社の何が分かってそんなことを、本当に数字の一つだけを抜き出して、トヨタが8割減だとか言ってね、言うと、で私たちの発信っていうのは多くの方に評価されて、トヨタ自動車こんな難しい時代で本当によく頑張ってるねっていう形で、まあ、終わったのに次の日新聞テレビを見た人はトヨタ自動車大丈夫みたいな感じで全く別の考えになってしまうということでね、本当にがっかりしたらしいんですよ。さあ今日のお話というのは何を言いたいかっていうと、トヨタですらメディアを通さずにもう取材を受けずに自分たちの言いたいことは自分たちのメディアを作って YouTube という場でね広めていっていると、お話しているということなんですよ。トヨタイムズですよ。そしてね、吉田さん、私たちも実は同じことをやってませんか。私たちはトヨタ自動車ほどの大きな会社ではありません。それほどの実績も歴史もありません。本当に一人でやってる会社です。一人でね。でも私たちが自分の会社のことを知らせるときって YouTube を使ってますよね。自分たちの商品を紹介するとき YouTube を使ってますよね。そしてどんな質問も YouTube でお答えしますよね。一問一答、そしてワントゥーワン動画も作ってますよね。もう360度包み隠すことがないというところでは、
トヨタ自動車と同じようなことをやってるんだなと思うんですよ。この極小の我々と極大のトヨタ自動車が同じことをやっていて、その間にあるさまざまな中小企業はどうでしょうかねっていうことね、今回はねいろいろと考えちゃいました。はい、マトリックスアフィリエイトのこともね一生私は言うと思いますけども、これはねもうすでに恨みつらみではなくてもうネタですね。そして吉谷さん、ビジネスは一人でしか私できないと思ってるんですよ。ビジネスはね、組織でやるものはビジネスではないんですよ。組織のトップはビジネスと思ってやってますよ。でもトップ以外はほとんどのその組織の中の従業員っていうのはビジネスではなくて、それはねまあなんというか仕事というか、ちょっとビジネスと仕事って言い方考えたら違うんですよ、概念が。まあもっとどぎつい言い方すれば作業ですね。振られた作業をそれぞれのセクションでノルマ通りにこなすことを求められている単なる作業なんですよ。だからやることも限られてるし、やっていいこともやっていけないことも全て決められていますよね。でも私たちはどうでしょうか、吉谷さん。この極小の会社、そして極大の会社トヨタ自動車、自分たちのやりたいことをやると、それは利益のためではなくて多くの人を豊かにするため、幸せにするためだと思うんですよ。で、私たちは吉谷さん、情報によって人を幸せにすること、幸せにできると信じてやってると思うんですよ。人はですね、情報によって楽しくなったり嬉しくなったり、心が癒されたり救われたり、頑張るぞと勇気を奮い立たしたりすると思うんですよ。多分ね、トヨタ自動車も人を運ぶという作業の提案ではなくて、快適な車環境、快適な車社会、そして車を所有することによってどんなに人は豊かに楽しくなるんだろうってことね、そういうことを売ってる会社なんじゃないかなと思います。もうまさにね、モビリティカンパニーだと思うんですよね。吉谷さん、私と同じような感覚を持ってると思います。それはですね、 R34 があるというだけでね、どれだけ人生が豊かにバラ色になったか、Night 2000があるというだけで、乗ってなくてもすごいねエネルギーが出てきて、自信満々でワクワクして、この素晴らしい車をお互いね分かる人に見せたいなと思いながら旅をすると思うんですよ。だからこそ分かった人に出会えて、おすごいじゃんこれって言った時にすぐにね友達になりますよね。そしてこれをね、私たちはビジネスにも利用する面があります。 R34 に乗りながら、 Night 2000に乗りながら、多くの人と関わりながら、そこでまたね私たちなりのビジネスが提供できればいいじゃないですか。 YouTube というものを使って自分たちの会社、自分たちのビジネス、自分たちの車、こういったものを夢を与えるためにね、情報発信これからもやっていきましょう。バキューンマトリックスみたいな感じでねやっていけばいいんじゃないかなと思います。確かにね、マトリックスアフィリエイト、あれも私はねすごく希望と夢を見ました。うん、そのための対価と思えばまあ高いですね。ではまた会いましょう。